皆さんこんにちは、チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG アリーナスタンダードを回していく動画を配信しております。 MTG やってるよという方はですね、ぜひご覧いただけたら幸いです。チャンネル登録、いいねボタンしていただけたらモチベーションにつながります。はい、今回作ったのはマルドゥネズミ最短装です。この人またネズミ使ってるよって思うかもしれません。そうです、ネズミデッチね、これ3作目4作目ぐらいかな。はい、でネズミのねメカニズムをですね、ちょっと最近ネズミに愛着が湧いてきてですねまたまたネズミデッチ作っちゃいました。で今回はその、マルドゥカラーで、ネズミというところなんですけど、この最短装を使います。最短装なんぞやっていう感じなんですけれど、パレクシア完全なる統一で、クリーチャーアーティファクトが墓地に落ちると自分のですね、油カウンター1個置くんですよ。で、3マナタップで油カウンター4つ、つまりクリーチャー4つ死んだら溜まるじゃないですか。で、それをですね、取り除いてタップすると墓地からクリーチャーで出せると。で、これは一見に捧げなくていいんで、これ倍に残り続けます。うん、だから、油カウンターがね、溜まり続けて8個だったら2体、タップ必要なんで次のターンになっちゃうんですけど、2体出せだけとか、こう残り続けるのが非常に強いです。で、これがですね、ネズミと非常に相性がいいんですよ。で、ネズミって結局何体もその横に並べて、ブロックできないから、何体か通せばいいや。で、何体かブロックされて死んじゃうけどいいやっていう感じなのが、ネズミだと思うんですよ。で、そのね、ネズミが墓地に落ちると、この最短層がぐん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 っていう感じでですね、油カウンターがね、持っちゃうんですよ。はい。で、じゃあ、墓地から何出すのっていう話なんですけど、ここのオーガの帝王やレッドキャップのドブズバイですね。このオーガの帝王、これ、場に出ると、11のクリーチャー2体生成できます。攻撃しても2体の生成できます。だから、つまりですね、例えばですよ、1ターン目、これ出したら2体。で、オーガとじゃネズミ。で、次のターンアタックしたら、さらにネズミは2体で、どんどん増えていくんですよ、ネズミが。で、ですね、攻撃その後、5体以上のネズミをコントロールしていたら、ネズミはプラ20の修正を短所領地まで得る。そういった感じなんですよね。はい。じゃあめっちゃネズミ出るじゃんって。レッドキャップのドブ住まいもそうです。これアタックじゃないんですけど、場に出た時のに2体ネズミ生成します。はい、こんな感じでネズミが出てきます。で、あとはおなじみ下水溝、これもネズミ出します。もつれる軍隊、こいつダメージ受けて死んだらネズミ出します。ダメージ分です。うん。っていう感じです。はい。で、じゃあ、これどうやってオーガ落とすの、レッドキャップ落とすのっていうのは、このメルカディアの進行や、苦々しい境、これ1枚ディスカードして2枚ドローっていう感じです。なんで、ここら辺をですね、捨てます。ここで引けなかったらしょうがないんですけど、これマナが重い状態で引いても腐らないんですよね、捨てることに対して。なぜならリアニメートするから。で、リッチの騎士の制服、これもですね、アーティファクトエンチャント望む数生贄に捧げて遠くの地生贄に捧げると、その数クリーチャーカード戦場に出せます。つまりですね、ネズミを生贄に捧げたらこのオーガ出せます、レッドキャップ出せます。で、ネズミなくても、あれなんですよ。エンチャントでいいんですよ。だから、この苦々しい再会を、生贄に捧げてもいいんです。はい。で、ここら辺は、傍客の知識ともシナジーで、これ、パーメント1つ生贄に捧げないといけないけど、追放する、2万台追放できる強力なインスタントなんですけど、ここら辺のね、置物を割って打つこともできる。って感じです。うん。ネズミでもいいですしね。うん。はい。で、あとはこのもつれる軍隊、これはね、ダメージ受けないとダメなんですけど、なんとですね、これ出した状態で強大な中の終焉を打つと、そうするとですね、もつれる軍隊が落ちて油が乗り、さらに3体ネズミを出すことができると。で、ランタンのきらめきで、これクリーチャーの数、X 点の、ライフを得るっていう感じなんですけど、X はあなたがコントロールしてクリーチャーの数に等しい。これ、だからこれで X 点をですね、もつれる軍隊打ってもいいんですよ。そうするとめっちゃネズミ出ます。はい。で、ここら辺でですね、だからこいつをディスカードしてネズミをめっちゃ出して最短層につなげてオーガを出すみたいな、こういったね、流れでね、バシ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 ネズミ出す。うん、これがね、結構気持ちいいんですよ、決まると。っていうところで、早速やっていこうと思います。
よろしくお願いします。コイロスミレックス憑依されたみね、サンマナありますね。いい感じかな。サンマナ県までちょっと時間がかかりそうですね。婚礼の発表駆け抜け校からスタート。ちょっとね、リッチの騎士の制服とオーガの天王がちょっと重たすぎるかなっていう印象ですね。さあ、とりあえずにマナ。相手は平地を出しているので、まあ、ちょっと除去がありそうかな。青白か。アゾリウスカラーですね。ん？これ、古参兵が出てきてるってことは、まあ、アゾリウスソルジャーの可能性が高いですね。うん、古参兵、古参兵って感じでね、古参兵が結構出てくるんですよ。これ、すべての、兵士。パンプアップしていきますからね、うん、さあどうするか。また多分1マナ2マナ3マナ圏の、あ、2マナ圏かな主に、うん、あ、こう2マナ圏だな。兵士がね、2マナ圏の兵士が結構多いから、まあそこら辺がね、ハービンとか、もう一つなんだっけ、もう一つの古参兵、方位の古参兵か、まあそこら辺が入ってくることが多いですよね。うん。だから結構兵士を結構多展開させられてしまうと、まあその一つ一つの兵士は弱くても、まあ集まりはめっちゃ強くなるっていうのが兵士ですから、まあちょっと地道に少しずつ、まあ、除去していくのが大事なのかなとは思いますね。うん。さあ、とりあえず駆け抜け校を出しました。さあ、これでですね、まあそうだな、まあ、駆け抜け校、まあ相手の何だろう、兵士がまあちょっといちいちのネズミ止まっちゃうんですけど、とりあえず出してって感じですね。そのとりあえずこんな感じでね、兵士が強くなっていくんですよ。うん、傍客の儀式を使いたいが、まだちょっとね、早いかな。もっと強いやつが出てきたら、出てこないかちょっと心配なんで。とりあえず、苦々しい再会で、オーガの点を落とします。で、ネズミとかね、とつって、はい、ネズミでとつって、まあ、最短層ですね。を、カウンター、油カウンターを乗せたいですね。おうおうおう、なるほど、ネズミブロックしないようですね。最短素の油カウンターがたまるのを恐れられた可能性があります。あー、放浪王が出てきました。これ多分下水王追放かな。うん、光ってるので下水王追放。これし、そうだな、追放だとあれなのか、死亡じゃないからね。最短層で、止まんない。相手最短層見てますね。恒例の発表。じゃあターンをもらいますか。あー、悩ましいですね。レッドキャップ。いや、どうしよう。苦々しい。いや、とりあえずレッドキャップいきます。はい。ネズミ突きますか。ネズミに突ぎます。まあ、1体うちで死亡です。これで最短層の油が乗りますね。相手の手札が5枚か、島が減って、島出してハービンが出てきました。うん、4-3がちょっと嫌ですね。こうさっき傍客の儀式を取っておいたんですけど、まあ、こういったね、飛行ですよね、飛行系のクリーチャーに対してちょっとね、弱い部分があるんで、まあ除去はそこに残してもいいかなと。あ、よかった。これね、ポイントがあって、最短層をやられる方が嫌です、非常に。うん。このデッキのメカニズムを知っていたら、多分最短層を破壊したと思います。僕だったらね。うん、ただ速攻とかが嫌だなって多分思ったんでしょうね、多分。
でもね、この苦々しい、これ、そうなんですよ。これ、苦々しい再会、これね、あれなんですよね。速攻を持たせる目的じゃなくて、このリッチの騎士の制服とか、その傍客の儀式とかですかね。これで、追加コストを払うために置いてるようなもんなので、破壊されてもあんまり、ダメ。こちらの、痛みはないっすよねっていう部分です。さあ、これで、ですね、レッドキャップ、ハービンが5-4なんで、まあ、無駄死にはしないですね。で、ネズミを嫁ぎます。はい。これ多分、最短層溜まるのが嫌だ。あ、まあ、ブロックしてくるか。はい、これですね。これ。これ、レッドキャップが通る。で、最短層のメカニズムで、これ、次、あれですよ。オーガの天王が落ちてるんで、これでオーガ出せます。ほう、イノコさん兵が出てきました。もう、完全にアゾリウス・フォー・ソルジャーじゃないか。これでね、結構5-5-4-4。駆け抜け構あれかな？追放？レッドチャップ？ブロッククリーチャー減らすために駆け抜け構だと思うんだけど。あー、レッドチャップになりましたね。これ駆け抜け構だったら、これ普通にめちゃくちゃ通るはずだったよ。この11点通るはずだったよ。でもまあ駆け抜け構をやらずに、まあ、レッドキャップが嫌だったのか。さあ、ここで最短層をやっちゃいます。いや、先に傍客の儀式でもやっとくか。ハービンだな。うん、飛行で6点通されちゃうと、まあ、非常に痛い。でこっちのライフが、まあ、12点なんで、2回クロックされると負けちゃうんでね。まず飛行を破壊します。はい。で、オーガの天王。で、ネズミも出しますね。で、アタックしちゃいますか。はい。いや、残りでもあれなんだ、こっち11なんだよね。これ、賭けだな。投了いただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。2マナあるか。傍客のディシティ最短層。ちょっとクリーチャーがないですね。2マナ剣、苦々しい再会でドローをしつつ、まあ有効なカードを積もってくればいいのかなって思っています。さあ、最短層はダブっちゃいましたね。これあれだな。これあれですね。どうしよう。まあ、次、土地ドローできなかったら、まだ伸びないなって思うんで、ドローを強化します。ダブってる最短層を落とします。引いてこない。土地引いてこないですね。次もドローで土地を引かないとやばい。あ、やばい。これまた苦々しい再会か。これね、ドローを強化したいから、ちょっと苦々しい再会をもう一回、火遊び落とします。で、土地出した。土地出します。うん。最短層を。最短層はやっぱり早い段階で、まあ、クリーチャーより前にね、1マナ段目で最短層をしたいですね。おっと、これは。さあ、相手が最短層を見ているようです。とりあえず、まあ、土地を出して、これは、落白持ちですね。4倍以上でプラン2トランプル8で、2で2体以上のフィーチャーでブロックできない。もう一回苦々しい再開打ちますか。ドローを強化します。相手の手札が5枚だから同じリソースになりましたね。これでやっと。ただこっちには、まあ、パーマネントめちゃくちゃ多展開してるんで、盤面的にアドバンテージ取ってるかなっていう状況ですね。一
旦傍若の実施打ちますか。苦々しい再開は3枚あるんで、まあ1枚ぐらい落としといてもいいかなっていう感じです。というかあれですね、もともとこのパーマネントで生贄に捧げるっていう、そのために置いてるような部分があるので、うん、まあそれは OK ですね。スターラ本部サイクリングしてきました。こっちが伸びないのか？どうしよう。とりあえず、こっちはドローを伸ばしますか。これね、オーガの天王とします。はい。このオーガの天王っていうのは、普通に6マナで出してもいいんですけど、こうやってね、下水を駆け抜け口で、まあ、ネズミをとつらせて、まあ、最短層の油カウンターを貯めてね、出すっていう、まあ、そういった道が開けると。うん、だから6マナ一旦消費するよりかは、とつってね、その過程でクリーチャーがね、死んで、油が溜まっていけば、出せちゃうんですよね、3マナでね。うん。だから他のカードでクリーチャー出せて、うん。婚礼の発表でもいいな。婚礼の発表にします。まあ、相手は2、3ですけど、クリーチャーがあるので、まあ、ブロックするっていう、まあ、目的も、そうだな、兵士ができるんで、ネズミだけだとブロックできないんで、まあ、兵士でですね、ブロック要因として1体出しておくと。おー、ジョダーが出てきたぞ。ジョダーが出てきたんで、これあれですね、傍若の儀式で、まあ、ジョダーを、まあ、破壊でいいですね、多分。こいつはね、やばいですよ。うん。56と777ですね。うん。さあ、これをブロックするか。残りライフ20点。で、まあ、婚礼の儀式、発表で、まあ、もう一回出てくるんですよね。1体はそれで、まあ、残り2回分、しのりつつ、まあ、ジョーダーがね、ちょっと強いんで、まあ、傍若の儀式で焼くしかないですね。これは、そう、X 体。伝説のクリーチャーの数に等しい XX ですね。土地でないパーマネント池に捧げますね。まあ、メルカディアの進行でいい。まあ、バトルはね、どうしようかな。これでいいか。そう。いや、バトルを生贄に捧げたいでもいいし、苦々しい再会でもいいんですよ。ただ、クリーチャーを生贄に捧げて、まあ、クリーチャーが死亡すると、最短層の油カウンターが乗るんで、まあ、だからそこの、貯めるために、今、ネズミを落としました。ケイヤがね、これ強いんだよな。これが強い。オルゾフケイヤっていうくらい。あ、てか最短層じゃないですね。ラッキー。最短層じゃないのがラッキーです。うん。やっぱりね、婚礼の発表の強さが、やっぱりみんな知ってるもんだから、なんとなーく婚礼の発表を落とそうかなってみんな思ってたよな、多分。これ多分ね、兄弟仲の終焉打って、プレンズウォーカーでケイヤも焼ける。グエナ、とりあえずアタックしてみるか。例えばグエナで、要は相打ちじゃなくて、グエナでブロックしたら、こっち一体も死なないじゃんって。まあ、ブロックしなかったですね。グエナで3、1で残んで。そうそう。で、オーガの天王がいますね。なんで、オーガの天王を出します。はい。あ、しまった。これ、1マナあるから、苦々しい再会やっとけよ。やべえ、やっちゃった。これ最短層で、あれだね、3マナ。
で、まあ、完全プレイングミスですね。その要はオーガの天王で、その今苦々しい再開で一番余ってたから、まあ、速攻を持ってればそのアタックして、あのもう2体あのネズミが出てたはずなんですよ。でそうすると、あの神の怒りじゃない、なんだっけ、集団失踪か、集団失踪でその落ちた時に5体いたから、最短層の油カウンターを5つ乗ったはずなんですね。うん、だからちょっとミスっちゃいました。油カウンター乗るはずだったんだよな。これはちょっとね、リソースがちょっとミスですね、僕の、うん。で、また2発目集団失踪打たれたんで、まあ、駆け抜け口が落ちて最短層の油カウンターが乗りました。もう一回オーガの点を出します。はい、今回は同じミスをしないように、まあ、ちゃんと1マナで生贄に捧げて速攻持たせると。でアタックします。いや、どうしよう、こいつももう相手手札ないんで、押しとくか。一応ね、ブロッククリーチャーも一応残しておきます。さあ、どうでしょう。いや、もうここまでいたら、ここまで出たらもうあれですよ、結構全除去じゃないと結構辛いんじゃない。11が6体で6点で、オーガ6点で12点で、カイレンで3点だ。まあ、15点ですね。さあ、次15点しのげるか？相手悩んでますね。まあ、投了じゃねえか？カイレンはこれあれなんですよ。あれなんですよ。1枚捨てて赤緑のエレメンタル2体と、すべてのクリーチャープライ1-0なんですよね。なんでこういう場合に今手札1枚してて、アニッサ出てきた、アニッサが出てきた。で、はい、あ、のぞくび引いたよここはもう厳しくのぞくびで、こいつを破壊します。はい、これでもうあれじゃ、はい、勝ちました、ありがとうございます。